DeNA の山本雄大捕手が四球の数を三振数で割った BBK で両リーグ2位の数字を残している。今季47試合に出場で打率3割1分5厘、0本塁打、16打点、出塁率3割7分7厘、オプス7割4分7厘。規定打席に到達していて打率3割を超える打者がリーグに1人しかいない中、捕手ながらも好成績を残し救援ファン投票でも捕手1位を走っている。さらに BBK で同僚の宮崎敏郎内野手に次ぐ2位。ソフトバンクの近藤健介外野手やヤクルトの村上宗隆内野手らを大きく上回り、好成績を裏付けている。山本雄大とかいう現役最強捕手が誕生した。セリーグナンバーワンキャッチャーやん。打者としても優秀なのにこれで捕手ってすごいやん。まさかこんなに打つとは。なんか掴んだんか。日本を代表するキャッチャーになったな。こんなに打つとは思わんかった。いいやん、規定打席に到達するのが待ち遠しい。急に打てるようになったな。まだ早い話だが、今年は首位打者もあるぞ。打撃も急成長したから完全にベイスターズの正捕手だと思う。雄大はおそらく向こう5年間くらい侍の正捕手になるやろうな。打撃が課題だった古田が打撃も覚醒して首位打者を取ったことを思い出す。球界を代表する捕手になる予感。2桁本塁打は打てないかもしれないけど3割は維持してほしいと思う。投手より打てない状態だったのに、2022年オフに何があった？これではタライが3割打ててリードオフマンの活躍できたら横浜の打線最強になる。まさかここまで化けるとは思ってなかった。これだけ打ててるのに規定にならないのはもったいない。将来的には山本と松尾の両選手が外野も守れるようになれば面白いと思う。今年は雄大は首位打者を取るんじゃないかと感じる。山本の打撃覚醒はすごいと感じるし、打席が回ってくると楽しみ。ドラ級でここまで成長したのは、今までの本人の努力がすごいと思う。これでもし今年3割でも打ったら今後の正捕手確定になる。まさかここまで伸びるとは思わなかった。